はい、山本一郎でございます。こんにちは。皆さんチャンネル登録とコメントのよろしくお願いします。ということでね、あのファーベイの副会長だったね、創業者の娘のその毛バンシューさんがですね、ついにあの釈放されたということでございますね。司法取引に応じる形でですね、こう中国に外選帰国をされたということでね、報道されていたわけですよね。興味津々ですよね。<laughs> まあなんて言うんてううでしょうねもともとなんでやねんってところがあったんですけど、まあ、これこうね、えー、もう本当こういきさつ話すの長くなるんですけどもともと中国の,その通信会社各社の中でですね、えー、まあ中国の政府の意向を受けてですねいろんなところの,その、ね、ベンダーファイナンスをやっていたりとか、まあ、通信会社の、ね、機器を納入するってことをやっている中でですね、えー、まあアメリカがその長らくそのあんまり友好関係でなかったですイランとの取引においてですね、えー、ファーウェイが直接でゃなくてその関係会社を使いながらですねもしくは子会社を使いながらイランに対して便利を分かってか いたというようなことを、まあまあなんかね、事実関係を突きつけられてです、ねまあ、それで、その、まあ、モーバンシュウさんが、ね、カナダにその入国したときにあんたちょっとこっちこっちということで捕まっちゃったという話で,ございます、ね、でこの捕まった件もです、ねまあ、これは本当に、ね、報道ベースなので、まあ、おそらく、まあ、いろんな、ね、バックグラウンドもあるのかもしれないですけど ZTE という、ねえー、まあ中国の,そのファーウェイとは違う別の通信会社のです、ね、方が起こしたトラブルにおいてです、ね、アメリカ側と司法取引をやったですよねその時にに、ね、いや、うちだけじゃないですよと。 you <laughs> えー、あそこのね、ファーウェイという会社がですね、こんなことやってますよ、対象ということで,です、ねこうまあ、情報提供したんです、ね、で、その情報提供した内容はね、ほぼ事実だったということが、まあ後で確認されてですね、まあ、それもあって ZT からの情報提供をもとにファーウェイが刺されるということでございましてですね、まあ、そういった点でいうとその、ね、無名なのかなという気もしなくはないんですけども、まあそこでモこーバシンーさんがカナダに入国したときにその、まあ、カナダ当局が、ね、彼女を、まあまあまあ、捕まえてしまったということになるんですよね。で,皆さんご存のです。カナダってのはです、ね、結構な その中国人の方がですね、えー、まあ中国国籍を持ちながらそのカナダに移民をされてカナダ国籍を取っておられたりとか、もしくはその2世がね、えー、まあ非常に多くその住んでいるような地域になってですね、まあ、そういった点でいうと、えー、中国との関わり合いがあるしアメリカよりも深いという部分がなくはないわけですよねで。そういった点でいうと、いわゆる中国人ソサイティというのがあるんですよね。その中国人ソサイティの中で、そのモーバンショ章さんというのが、ある意味その一つのね、えー、まあま、あ寄り合いといか心の支えみたいなところになる部分があるのかななんてことは思うわけですよね。まあ、そうういった点で言うとその 中国の中でいうと、一世代前のリッチな人たちですねが皆さんをカナダに今移住をして、カナダでそのまあ移住権を取ったりとか、国籍が取れるようなそのねお子さんを生まれたりとかっていうようなことでまあ根付いているというようなところで今回の事件が起きたという点においては非常にこうね興味深い話がいっぱいあるわけなんですけれども、そこの中でいうと、さらにもう一つ奥の話としては、いわゆるそのファーウェイとそれ以外の通信機器会社、中国系の通信機器会社,のの器会社は、中国国内だけじゃなくて、いろんな国々の ですね、情報収集網をなっていたんじゃないかっていうようなことがまあ権威としたらですよね、この辺で非常に難しくてです、ね、まあ、どこからどこまでが中国政府で、どこからが、まあ、中国共産党のいわゆる党務と言われるものですね、党の話で、どこが先がそのいわゆる企業活動なのかっていうのよく分からないわけですよね。なので、そこら辺のその事実関係の認定に関しては相当長い時間がかかったんじゃないかっていうことがまあ今、本当に、ね、報道の中でも出てきている内容なんですけれども、まあ、そこの中で,です、ね、まあ、ある、まあ、2016年ぐらいかな、中国国内の,です、ねそのまあ、スパイ網と言われて てるものですね、まあ、これがです、ね、非常にこうお、まあ、大電撃を受けたと、まあ、アメリカ側からするとね要人のまあ暗殺まで含めてですね、まあ、いろんなこう血が流れたんじゃないかということがまあ言われているわけなんですよね。でここもやはりそのアメリカ側も報復としてですね、えー、まあそれこそテキサス州の中国領事館であったりとかあとカリフォルニア州の中国領事館であったりとかそういったところを東岸、ねえー、から封鎖をしますと、でそこら辺がその中国のね、えー、対アメリカスパイ協定になっているんじゃないかみたいなことをまあ言っている、ね、中で,です、ね。 いろいろ研究をやっていった人がですね、ファーウェイ社員として、えーまあ、アメリカに入ってきたりとか、もしくはその中国の国費留学ということで、そのアメリカの、ね、技術系の大学でその要員として入ってきた人がいたんじゃないかとか、まあ、さまざまな権利があったんですよね。で、それの時にこに、折り悪くですね、トランプ政権だったらですよで、トランプさんというのは、まあ、なかなか難しい人でですね、まあ、一,一筋縄じゃいかない部分がまあ,あってですね、まあ、ある意味、中国との関わりの中で、そのビジネスとしてディールできるんだったらいいじゃないみたいなことがまあ、 言ってる反面ですねその、まあ、ある意味その国務長官だったポンペイオさんとかですねもしくはその副大統領だったペンスさんという,、まあこう,いうまあ、どちらかというとそのザ共和党の人ですねでこういった人たちがですね、まあ、対中強硬策をその決断するに値するぐらい重要な局面を今回のファン問題でもですね、えーまあまあ、突きつけられたと。 ととといいううううことはまあ現実としてあるのかなというふうに思うんですよ、まあ、そういった点でいうと、今、ようやくそのね日本人としても、広くその米中対立ということをまあまあ聞かされるようになってです、ね、外交の中でも安全保障では特に、要すると台湾海峡問題だったりとか、香港問題だったりとか、朝鮮半島問題だったりとか、あと南シナ海のね中国の進出問題など、さまざまなところで出ているその今の安全保障問題と、そのきっかけとして出ているのは、中国とアメリカの間でのいわゆるスパイ対決みたいな知、知的財産をめぐる争いというのがあって その中でそのファイウェイというその非常にあの中国からすると国を代表する通信会社のベンダーファイナンスとかそのいろんな国々のですねえまあ通信事業をやるにあたって中国の会社がその機器も端末もえ通信会社丸ごと抱えるような形でその中国がお金を出してあなた方の,その通信は我々やってらっしゃいますよと言ってやるようなそのねえまあインフラ輸出みたいなものを担う中核の会社があってでそれに対するアメリカからの反発というような形で今回の話が起きたということはまあよくかりました。 よく知っておくべきなのかなというふうに思うわけですよね。その中でイランの問題というのは非常に重要であると、さらにはそのまあアフリカ諸国であったりとか。 もしくは一部中東地域だったりとか、もしくは一部アジアであったりとか、まあ、そういったところで、中国の,そのいわゆるその一帯一路的な、まあ、中国の,その開発援助的なところで、ファーウェイが担ってきたものが大きいがゆえにです、ね、今回の,の問題は、ね、非常に象徴的に取り上げられてきたのかななんてことは思うんですよね。で、まあ、今回、そのモーバン州さんがあカナダ当局から釈放と、えー、帰っていいよという話になったわけなんですけれども、これはそのアメリカとの,その司法取引の中でですね、ファーウェイがいくつかね、譲、え、歩、ー、したと。 その情報をした内容としてはですね我々に責任があるイランとの取引においては我々に責任があるということをまあ認めたと。 認めるので、その身柄をこの解放してくださいねという交渉があったということがまあ報じられています、おそらくそうだろうと思います、であの実際それはあのそこでねいくら突っ張っていってもしょうがねえと、でもまあアメリカからすれば、金魚を認めさえすれば、いちいち裁判して起訴する必要もないでしょうみたいなところまで、中国側に譲ま歩あまあといえば譲歩、えー、まあ一方でそのもう取れるものを全部取ったということにおいては、彼らからするともう勝利条件を達成したということで、別に、毛ュ柱さんは罰することが目的ではなくて、 ですね。必要な情報がしっかりアメリカ東京側に流れることが大事だということを考えればですね、ここでまあ無理に掛け金,金を上げてね、長く交流していてもしょうがないということでまあカナダ当局のお願ういいし、まあ釈放のね、えー、まあ強化を出したというのがまあ実際なのではないかなというふうに思います。で他方、えー、今回はそのムバーシュウさんが認めたとされている内容まだこれ全部明らかになっていないんですけれども、おそらくその被害者を使ってまあイランであるとかアメリカがかすればそのアメリカの敵とされる地域ですね、に対してそのファベが何をやっていたかということに対してまあまあ彼ら 非常にこうまあ強いまあ,あまあ何ていうかその意思を持って、えーまあ、アメリカの嫌がらせをしていたということをまあ認めたということになるわけですよね。 ここら辺はやっぱりその米中対立がですね昔であれば本当にこうまあ一帯一路だベンダーファイナンスだイランのね経済封鎖をくぐり抜ける中国の企業のね暗躍だみたいなところでもいらいろいろ言われていたものですねまあそこら辺のその単が一回過ぎてえ次の話になったということがまあ言えるのかなというふうに思いますまあその点でいうとそのアメリカも中国もその分かっていてやってることなのでまあそこら辺はそのねスパイモードなんだって話をそのお互いにこう壁高くして積み金を上げるよりはですねまあ結べるところは結んでそのね。 えまあ手当てできるとか手当てをしてそのお互いする実利を取ろうというようなところにまあ行ったのがまあ,まあ今回非常に特徴的だったのかなというふうに思います。で他方でまあちょっと2つポイントあるんですけどもつは今回蒙晩衆さんがそのまあ中国に帰られましたって言ったタイミングでえまあ結構その多くの動員が行われてですねえ赤い旗をこうねワーッと振って「お帰りなさい」ってやったんですよね。ででこれはは本当ままああ中国からすするとですねそのそののうういうデモっていうのはまあ、えー 当局は認めなかったらできませんだからく中国では対で、ね、アメリカにおいてヒーローが必要だったヒーロインが必要だったという観点からです、ねえー、おめでとうってやることをです、ね、その国威高揚のために使ったと使えるような手配をしたということにおいてはです、ね、もともとファーウェイは中国共産党とは距離があるよという前提で、まあ、いろいろ皆さん話をしていたんですけど実は結構近い関係にあるんじゃないかで中国当局もそれをその示していいよというようなことを今回認めて なんじゃないかってそういう風味になるわけですよね。そうするとその米中対立のけるそのまあいわゆるそのまあファーウェイというものがですね、あのファーウェイはどっちかっていうとそのそのなんかなそのオーナーの方もですね、まあ比較的その中国当局とは遠いので、えー、ある意味そのね、えー、まあ許されてきた面が国際社会の中にあったんだけど実はもうかなり中国共産党と近い方に踏みを踏まされたんじゃないかで踏めなかったのは多分アリババとかねそういったまあテンセントを通過したと思うあのファーウェイに関しては中国共産党 とからすると大事だという判断をされたんじゃないかってことはまあ一つ目の話として言えるのかなというふうに思います。この辺ね、まあ微妙なんですけど。 微妙なんですけどでもやっぱりこうあのいつまでも拘束されていちゃうかなわんっていうのはも,うもちろんファーウェイ側が言ったとしてもですねやっぱり台湾対策としてその例えばその台湾が、ねえー、まあ非常に重要なそのチョークポイントとなるような半導体会社をそのアメリカ側に取られるんじゃないか、まあ、実際取られてるんじゃないかみたいな話があるとですね、まあ、ここら辺をその、ねえー、挽回できるような施策としてはやっぱファーウェイの力が必要だと。 いうことをのかなななんんてこ思たの辺はやはりこうアンビバイエントなところが彼らの中にもあるんだろうというう思います。で二つ目、えー、司法取引の前にですね、その2018年から19年にかけてそのカナダ人が何人か拘束されましたと。で特にその2019年に拘束されてカナダ人二人に関してはですね、ほぼ同時期にその釈放されているわけですよね。これはある種の人質交換じゃないかっていうその議論って出てくるわけですよねで。人質交換って簡単に言いますけれども、これってその、まあちょっと、これ見方は悪いですけれども、 恣意的に、まあ、人の命を預かったり預かられたりするわけじゃないですか要は拘束された人をその釈放するからお前のところに拘束されてる人を介護しろこれ政治犯の話ですよね。<laughs> あの あのいわゆるビジネスマンがそのなんか起訴されるかもしれないとか、まあ、なんか悪いことやってねみんな拘束されたっていうような話とちょっと隔絶したその価値をですね、えー、持ってるわけですよ。でカナダ人がその拘束されたでその2人がその釈放されることを前提にしてバンュ藩さんに関してはその、まあ、取り返させるっていうことを、まあ、中南海は選んだ中国外務省は選んだっていうこともし本当にあるんだとするならばですねこれはまたそのフェーズが新たな段階 行ったんじゃないかといかうふうに思わけですよねカナダからするとアメリカのおかげでカナダ人を拘束されてしまうというその、ねえー、まあ非常にこう失態を,をまあ犯させられたということになるわけですよね。ただそうは言ってもカナダで拘束しているものを司法取引なしにもしくはきちんとした法的判断なしにアメリカに引き渡すこともできないというところでギリギリの選択をしていたんだと思うんですよねそこ本本当当にに、ね、カナダ外務省もその本当にね。 キリキリと意外タモユカのようなその判断を突きつけられた結果こういうようなやり方しか残されていなかったんじゃないかと思うんですよね。まあそういった点で言うとそのアメリカとカナダの関係の深さでそこにおいても特にその中国の多くの方の移民も抱えながらもですねカナダとしてはそのまあアメリカ側のね話をそのきちんと十分聞いてこちらを立てていろんな判断をしたんだということはまあ今回まあはっきりしたのかなというふうに思うわけですよね。まあそういった点で言うとそのアメリカのいわゆる英語圏ファイブアイズと言われているまあ皆さんのですね決 硬さみたいなこともまあ改めて感じさせるような事件だったというふうに思うわけですよね。なのでおそらく次のフェーズに多分米中対立はいったんだというふうに判断をするならば、あモブバンシさんをいつまでも拘束してでもしょうがないのでそこは諦めて良いということになったということだという,ふうに僕は思います。で、まあここからその日本が得られる教訓というのはやっぱり日本もまたですね、まあ、そういったその身柄を拘束される恐れっていうのは、そ少々北海道大学のね、えー、まあ教授の方がその現地に行って拘束されたりとか、もしくはその現地の総領事でその働いていた職期間がまあ自殺し しまったりとか、まあ、そういったいろんな事件、過去ありました。で、いずれの話もですね。あの、まあ、中国の側からすれば、中国の国内をよく知っている有識者を引っ張ったりとかですね。もしくは日本の国内情報を取るためにですね。 え、ある意味その脅かしたいとか、ハニートラップを使ったりとか、いろんな形でですね、え、情報を取りに来たということは、まあ実際のお話としてあったんだろうと思います。で、最後その、日本でね、製造業の、まあ技術者がですね、現地に行って籠クをされてですね、まあ企業情報全部喋っちゃったとかですね、そういう話は本当ね、年間数百件あるわけなんですけれども、 まあ水百じゃ済まないのか、まあ、それがあるわけなんですけれども、そういったものを一個一個被害の申し立てをするような形で,です、ね、本当に日本政府は、そのね、強力に日本人を守る、日本人の財産や生命を守るということはできるんだろうかということは、まあ、深く問い直されなければいけない事実だと僕は思います。まあ、そこは本当にね、こう、まあ申請はどうだ、上海がどうだというと地域の問題じゃなくてですね、中国という国対日本という国の、のいわゆるその、まあ、まあまあまあ、対等な関係っていうのはちょっとまあ、適切な表現じゃないかな 日本人を拘束するもしくは日本人を使って何かをするのであれば当然その日本人は日本,日本政府が守らなければいけないんですけども。 今何がその起きてるのかってことを日本の、ね、政府の方が全てを承知できる状況にないとなるとですねこれやっぱり偏無的である、まあ、中国に対してなるだけ日本はね関係をうまい形で整理していく必要があるもちろん必要の時には手を結びてそてお互いねその貿易関係も含めてそのしっかりとした教育関係を作っていくことは大事だと思うんですけど隣国であるがゆえにですねその安全保障だったりとかもしくはその日本人の身柄の安全、えー、財産の確保まあ知理財産も含めたそのね、えー、大事なところをしっかり守っていくということに関してはですね 中国国内の日本人や日本企業を守れてないんじゃないかというところを改めて考える必要があるんじゃないかなというふうに思いますそこは今回の,そのファーウェイ事件でですね えまあやられ放題だっていうことをまあ中国の人も日本もえ言うのかもしれないですけどもま,あまあ日本がいくらやられ放題だとしてもですねここまでは守るんだよここから先は考えなきゃ駄目だよみたいなところはまあどっかしらねえうまく線引きが取れてですねまあ今経済安全保障とかいろいろ言ってますけど結局できていいじゃねいかとでその経済安全保障をやるぞっていうからにはですねその日本人のね 情報や日本企業の,そのまあまあ財産がねどこまで守れてるのかっていうところも含めて再検討再調査をしながらですねどこまでやってどこまでえまあ頑張るのかっていうところも含めて検討していくべき状況に差し掛かっているのではないかなというふうに思います、まあ、残念ながらそれはねその日本の,その限界でもありえまたそのまあウィークポイントというかねえまあ,ある意味その話が決まってやるぞとなればねワクチン接種じゃないですけど100万人という途方もない目標をね親分がやるぞと言ってまあしょうがないやってみるかと言ってやってみたら本当に ででちゃったたたよよよみいいななそういうようなノリの、ね、話でたくさんあるわけですよだけどそこの,その,あのアクセルを踏むところまで日本ってのは、ね、時間がかかるんですよ。やればねほんと誠実に確実にこうパワフルにやるんですけれどもそこまでなかなか至らないのでそこはこう今回の件でもですね特に経済安全保障の話も含めてうまくね着地していけるような話があのどんどん出てくるといいなというふうに思います。まあ、そこら辺はね、えー、まあ、まあ、いろいろ考えるところはあるんですけどね、まあ、皆さん是非あの、まあ、気にして見ていっていただければ。 思いますねはいどうもありがとうございました失礼します。